ってる。実演したね。どこ座る？私紫がいい。青がいい。どこでもいいけど。レミちゃんから。じゃあ黄色。じゃあピンク。すみません、これ3回ぐらいありますね。3回見て、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ隣お願いします。お願いします。はい、はい、20歳。ちゃんの住む森がテーマなのでね、うんうん、木があって、ね、あ、フクロウがおる。フクロウ、ほんとだ、かわいすぎる。すこの木もよく見るといろんな柄が入ってるね。これもモコモコだよね。え、すごい、すっごい癒される。どちらどちらなんか一番ちっちゃいのに一番大きい。ちょっとね、大きいの選んでしまった。素晴らしい。すごいです。すがです。マジ素晴らしい。感謝ですね、マサさんに。え、これ、あれですよね、あの一番最初に見た人。おそうですね、はい、なんかあのモデルの子も気に入ってもらえたようですごい嬉しいです。今回のコンセプトはですね、みんなでこうミーティングでできたキャラクターハラちゃんの住む森、まあ原宿っぽい森っていうのをちょっとコンセプトに作りました。うちはね、ここ、このバイン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 バでもこのカプセルがやっぱすごいなって思っちゃった。なんかいろいろ入ってる、原宿っぽい、ね、これいく入ってるね、ウィッグとか雲が入ってる。ここ増田さんポイントっぽい。原宿っぽい雰囲気で、自由にいろんな発想をしてるんですけど、やっぱり原宿イコールファッションっていうのが大きいので、ファッションで使うような、アイテムを、セットの中に入れ込みました。もうステッチがね、ステッチ風、ステッチになってるところがもう、かわいい。手作り感、すごい。いつの間にかね、瀬戸が持って帰ったかもしれない。やばい。なんか1個ないんやけど。1個ないんやけど。瀬戸が持って帰ってる。今年の抱負は、今年というか、成人を迎えた、うん、引きこもりを直します。けマサさんの一番のお気に入りポイントって何ですか？実はね、細かいんだけど、
テーブルの低さなの実は。それでここすごいこだわってて実は。そうなんですか。みんなの衣装が見えるようにと、あとここの空間をなんかちょっと天井が低いじゃない。はいはいはい、だからこれを低くすることによってなんか広く見せたい。なるほど。可愛い女の子がいるとすごく引き立つ。意外と細かいこだわりなんです。すごい。すごい。うん、言葉が失う、言葉が出るな、すぎてテーブルの低さは、うん、びっくりした、うん、変なこだわりだよ。でもすごいすごい、ね、さすがって感じ、うんうん、まあ人間が入ってあの美術っていうのは完成するんですね。なのであのいつもこのモデルや女の子が入ったことを想像しながら、アートワークするっていうのは気をつけてます。新しいものに対して先入観なくこう楽しむっていうのが彼女たちにあるので、僕なんかするとすごくやりやすくて、でみんなもすごくその笑顔が可愛いので、なんかあこうしてあげたらもっと良くなるなとかってどん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 自分の中で演出の気持ちがどんどん出てきますね。僕が思う原宿っていうのはとにかくこの既成概念に縛られずに自由にいろんな表現をして自由に自分らしさをこう出していく街、そういうのが原宿っていうイメージですね。はい、2月からワールドツアーが始まるということで、世界に羽ばたくという意味を込めてユニコーン柄の振袖にしていただきました。日本で一番派手な新成人を目指しました。あ、これ気づきました。これあのサメの家紋です。家紋か、サメの家紋です。これエアジョーズっていう DVD が出てるんですけど、ゴジラザメってその食べ物を食べるときにオットセイとかをこうバンって宙に浮かして、それでこうエアーで食べるんですよ。その映像がすごくかっこよくて好きです。はい、楽しみですか。そうですね、あの1月の29日に私のバースデーイベントが深夜にあるので、そこであのお酒は解禁となります。はい、楽しみですね。すっごい楽しみです。もういろんな人来てくれるので楽しみにしてます。